今月の月刊 JFATV は、川崎フロンターレの強さに迫る。昨シーズン J リーグ連覇を果たし、4度目の優勝を成し遂げた川崎フロンターレ。圧倒的な攻撃力と鉄壁な守備力を持ち、今シーズンはリーグ3連覇、天皇杯、ACL とクラブ初の3冠を狙う。今回、鬼木徹監督を招き、チームの強さに迫るとともに、鬼木監督自身の指導論についても話を聞く。インタビュアーは川崎フロンターレ OB で、現在 JFA ロールモデルコーチの中村健吾さん。絶対王者の指揮官とそのクラブのレジェンドが熱く語る。すいません、よろしくお願いします。お願いします。いや、これ変な感じ。変な感じだね。ちょっと初めてですよね、多分公の場でこう。そうだね、こういう形は、うん、そうですよね。いや、ちょっと僕自身もちょっとドギマギしてるんですけども。監督就任5年で4回目の J1 優勝、はい、2連覇、はい、成し遂げたシーズンでしたが、まあ、選手たちの頼もしさを感じたシーズンだったとお話しされているのを僕は見たんですけど、うん、まあ、そのどのあたりっていう言い方はちょっとあれなんですけども、まあ、やっぱりこう、うん、数字以上に、まあ、数字っていうのは要は、まあ、勝ち点最後、うん、2位との差とかでいうとかなり差が離れたみたいな感じで取り上げられてるけれども、そこに至るまでのこう試合の内容だったりとかっていうのは、圧倒できる試合っていうのはやっぱり減ってきていた中で、まあ本当しぶとく勝ち切るゲームが増えたなっていう、もっともっとこう、まあ、得点を取ってとか、まあ、そういうふうな思いがある中で、ただそれでもゲームの内容でこう拮抗してきた時にやっぱり勝ち切れるとか、それを引き分けないで勝ち切れるゲームが徐々に徐々に増えてきたっていうのは、特に、昨年でいうと隔離とか移動とかいろんなものがあった中でも、本当体がもうかわいそうなぐらい動かない時とかあって、でもそれでもやっぱりこう勝負への執着心っていうか、そういうものを前面に出して、まあ、そこら辺のこう一体感っていうのはやっぱり、近くで見ていてもすごいなっていう思いがあったので、まあ、なんか頼もしかったなっていうのがすごくあって、それをまあ一番言いたかったかなっていうのはありますね。圧倒して勝つ試合が少なくなったって今おっしゃってましたけど、こうその時になんか自分の中で何か変えたとかっていうことってあったんですか？そこは自分のこう追い求めるものと、やっぱりそこで今、その選手たちが求めるものだったりできることだったりとか、そこをしっかり合わせなくてはいけないかなっていうふうには、思いましたね。やっぱり自分だけこう、自分の思っているもの通りって言ったら変だけれども、やっぱりそうじゃなくて、やっぱり逆にそれが彼らのこうプレッシャーにもなってしまっていたのかなっていうふうに自分でこう思うところがあったので、それこそ勝負に対する目を揃えるというか、そこがやっぱり合わせられた時がやっぱり徐々にこう苦しみながらも勝っていって、それがまたリズムを生んでっていうか、そういうふうにはなっていったのかなと思いますね。これ僕の思った質問じゃないんであれですよ、これ JFA の方が書いたって何答えてくださいね。はい、私が引退したことによって、何かチームに影響がありましたかっていう。影響、まあでも良くも悪くも、良くも悪くもやっぱりあるはあるよね。やっぱりまあ俺自身はすごく健吾が引退して、やっぱりその負けたりとかリズムが悪くなったら、やっぱり中村健吾がいないとっていう、まあそこになるから、やっぱそこはすごく意識はして戦ったというか、ただ俺以上にやっぱり選手がやっぱりこう健吾がいなくなったから自分たちがやらなきゃいけないみたいな、チームのためにっていう自覚を持った選手が増えた、こう柱がいっぱい増えたっていうのかな、なんかこうやっぱり一本こう倒れても
2本3本次が支えてくれるっていうか、そういう意味で言うとやっぱりそういう人が増えたのかなっていう意識が高くなったのはあるかな。まあだからそういう意味でもなんかね、最初にこうあった頼もしくなったっていうのはすごくそこにもつながっていて、うん、やっぱり偉大だったんですよ中村くんが稽古が本当にありがたいです、ね、うん、ありがたいです。でもそういうところですごく今みんな頑張ってるかなと。まあ、正直引退をするってなった時に、まあ後輩たちを見て大丈夫だって僕自身も思ったところがあったんで、うん、まあ、あの特に30オーバーの選手たちが、そうだね、やっぱそこの、まあ、健吾もねずっといるから分かると思って、やっぱりうーんベテランがねやっぱ大事で、やっぱりそこが背中でこう見せてくれている。いや、いい伝統だね、よかった。まあ、僕もそういう先輩たちを見て育ってきたんで、うん、まあ、今のこれから来る若い子たちにもそのイズムみたいなのが浸透してくれればいいかなっていうふうに思うんですけど、うん、そうだね、それはもう本当に、まあ、本当誰が、ね、やってもそういう伝統になっていけばいいかなっていうふうには思いますね。まあ、僕自身も、まあ、お兄さんと一緒にやってきて、とにかくこうアップデートを怠らない監督というイメージが、うん、あの強いというか、うん、あ、こういいものもけど時が経ってそれが違うと思ったら別の 方法とか策をいつの間にか考えてるっていう意味ではそれ強かったんですけど、うん、そういう意味ではお兄さん勉強ってされてるんですか普段。いや勉強、うん、いや健吾の解説聞いて勉強してるよすな、嘘だ、なります。でも本当いろんな人のそういう、まあ、解説も、ね、サッカー見ながら解説、してる人の、ね、話も、あ、そういう見方かとかっていうのもあるし、サッカー以外の、うん、ものからでもこういろんなインスピレーションをもらうっていうか、まあ、テレビ見ててなんかお笑いとかでもなんかいろんなもらったりとかもするしなるほど、なんか全部がこうねなんかそうつながっていくかな。なんかまあ将棋なんかもね、あの人の本なんかも読んだりしたりとか。あ、そうなんですね。将棋の藤井くんと山中先生の本、あの2人の対談かな、インタビュー形式のやつだけど、そういうのをちょっと、うん、読んで、前だったら羽生さん、まあ将棋な、なんで将棋結構多いですね。羽生さんの本とかそうかな。だからその将棋が戦術とかの方なのか、うん、もしくはそういうメンタルとか考え方とかに影響している 方面というか、自分の考え方とかに結構影響を与えてくれるかなの方が多いかな。まあその勝負師としてのっていうことですかね。そう、あのいろんな勝負のこう分かれ目じゃないけど、まあ、決断するところもそうかもしれないし、なんかそういう、うん、この、まあ、多分将棋でいうとこの一手が大きく、まあ、左右したみたいなのが多分あるんだとは思うんだけども、自分たちの中でも、うん、その一瞬が試合を分けたなみたいな、そういう振り返りにもちょっとつながってくるかなっていう気はしてる。まあでも指導者の人の本とかも読んだりも、うん、するし、だからジャンルはあんまないかな。なんか自分がこうなんか良さそうっていうか一瞬なんか感じたら、うん、なんかね俺感じる系だね多分だから本当ね、さっきその健吾がさ、いろいろもう変えていくっていうか、まあ、そういう話をしたじゃない、はいはい、だからなんか自分の中で芯となるものはあるんだけど、でもそれがこっちの方がいいなと思ったらやっぱ、うん、別に芯がぶれてるわけじゃなくて、なんか変化はなんか、うん、大事に逆なんか恐れないっていうか逆に大事かなと思うから、変化していかないといろいろこういないのかなって思いがあってずっと、うん、だからアンテナもそういう風になったのかもしれないけど、うん、まあすっごいいい話してくれましたね。これ将棋とコラボありますね。
俺詳しくはないから全然詳しくない。勝負師としてのコラボレーションも僕は見たいですよね。そんなもう何でもコラボさそうとするよね本当。自分が得意だからコラボもうやめて。お兄さんのすごいところっていうのは分からないことをちゃんと分からないって言えるのがすごいんですよ。で人に任せれるっていうのが、うん、あこれは本当にすごいと思います。いややっぱねそこはでも、うん、それの方が力発揮、ね、任せた人の方が力だ。自分もコーチだったから、うんうん、それがすごく分かるし、だからなんかちっちゃい時からそうかもしれないな。なんか分かんないことは分かんないで、うん、聞けばいいじゃんっていう。けどいや人によってはねそれを、うん、知ってる風に装う方が見たりとか、うん、あとは自分がやった方が楽だから全部こう自分でやっちゃおうよっていう人も多分いるじゃないですか、うん、トップの中には、うん、あまあね。かつけどそれもちゃんと任せたものを見て自分のものにするっていうの、あまあそうだね、うん、だこれはねすごいなって。やっぱだコーチを経験してるからっていうのは多分大きいんでしょうね多分それはね、うん、任された時のこう責任感とか、うん、やっぱそこはこれをねこれやってって言われるのとちょっと頼むねって言われるのはやっぱりこう頼まれた時にちょっと感覚がやっぱ全然違うから、自分はねそうだったからやっぱりそこら辺はこう、うん、自分で考える力っていうかそういうのがついて、うん、ね、来るから、それはコーチが成長すればねそれはチームの成長にもなるし、ね、自分もこうそこからまた刺激をもらえるし、任せるけれども、うん、それに対してこうやっぱりこう意図がどうだったかっていうか、そこはこう自分でも最終的に掘り下げていくっていうか、この部分はこだわってやってほしいとか、まあ、そういうのはあるんで、まあ、常に刺激はもらってるかな。その貪欲さがいつもすごいなっていうふうに思うんですよね。でも基本はやっぱ勝つためよ全部は。あ、まあそうですね、はい、うん、そこにこうつながるっていうか、うんうん、そこはあの第一優先を外さないようにはしてるかな。いや僕もほら指導者見習いなんで、うん、そうだよね。もうどうなの今、えどうどう、いやもう今いろんな方のエッセンスを吸収してる最中。現役の時に指導者ライセンス取りとけばよかったってちょっと思いました。えなんで、いやそしたら多分大西さんだったり、うん、そのスタッフの人たちがこの練習をどういう意図があってオーガナイズだったりとかセッティングをして何を獲得させたいのかっていうのを多分もっと真剣に考えたと思うんですよ。でも意図してやってるじゃん、なんかあもうこうしてほしいんだろうなみたいな感じで。そうだからそのお兄さんたちが欲しいプレーみたいなのはそう探りながらやってたんですけど、けどなんかなんていうんですかね、そっちもちゃんと分かった上でプレーすればもっと幅がなんか視野が広がったのかなっていうのはちょっと思います。その動線とかも、まあそういうのね、そう、あなんかスムーズにいくようにこういう風にやったんだなって、あそうそうそう、なんか置きコーンを初めて置いた時に思いました。それはでも俺もそうだった。その指導者ライセンス行った時にコーンがすげえコーンとかマーカーがバーって綺麗に並んでると、あこれすごく気使って並べてんだなとか。そんな深い意図っていうか、本当に考えに考えてこうやった末の動線だったんだっていうの、だから本当にコーンとか蹴るなって思います。でも確かにそうだよね、やめてからすごく気づくことは多いよね。多い。また海外移籍する選手も、うん、まあ、多数出てきて、うん、まあ、お兄さんの中でこう彼らの存在というか、うん、そういうのはいい意味でチームにもたらしてくれたものっていうのは、一つはこう、まあ、海外移籍もそうだし日本代表もそうだけれども、やっぱり、うん、フロンターレで出ればそういうチャンスがあるっていうか、日本代表になれたり海外行くチャンスがあるっていう風に中にいる選手たちは多分思って、いると思うので、そういう意味で言うと向上心っていうものはやっぱり生まれるし、まあ、競争も生まれるし、このチーム
だけじゃないっていうか、その先が見えた中でサッカーをこう取り組んでるから、だからすごく、うん、いい目標になってるのかなって、一人一人が、うん、そういう選手たちが出てくるっていうの。ただ、うん、自分の仕事はやっぱりこう日本で、うん、サッカーをやる人たちにやっぱりこの日本でやってる良さっていうか、うん、やっぱりそれを伝えていきたいし、うん、だからこう日常も変えていかないとっていうのは常に、うん、思っていて、やっぱりこう海外に行かないと学べないっていうだけではなくて、日本でも十分こうやれることあるよっていうぐらいのね、うん、環境を作りたいっていうのは、だから逆にそういう彼らからも刺激を受けるというか、あの自分たちこうコーチングスタッフっていうのはやっぱりより、うん、そういう環境を作っていかないと、やっぱりね、うん、みんなこうなんだろう、やっぱりこう出ていくっていうか、そういうのも選択肢に入るだろうから、うん、まあ、優勝もして日常の基準っていうのを自分たちで高めた結果、うん、けど選手たちがそれで成長して出てかれてしまうっていうのはちょっとジレンマというか、うん、葛藤みたいなのがあるのかなっていうのはちょっと思ってたんですよね、うん、やっぱり最後行く行かないってなった時に、やっぱり自分たちのやっぱりこの、うん、魅力っていうか、そういうものがあって迷うぐらい、うん、やっぱりこのチームで、うん、このサッカーをやりたいとか、そうやってね思ってもらえるようなね、ものはあのずっと続けていきたいなっていうふうにはね、やっぱ思いますね。1ヶ月のサッカーニュースを振り返る JFA マンスリーリポート1月編。2021年度第70回全日本大学サッカー選手権大会、阪南大学対駒澤大学の決勝、同点で迎えた73分に途中出場の島崎選手が決勝点、駒澤大学が2006年以来7度目の優勝となった。第30回全日本大学女子サッカー選手権大会決勝、静岡産業大学と早稲田大学が優勝をかけて対戦し、早稲田大学が4大会ぶり7度目の大学日本一に輝いた。高円宮杯 JFA 第33回全日本 U15 サッカー選手権大会決勝、 FC ラビーダと対戦したサガン鳥栖 U15 は開始2分、川越選手のゴールでいきなり先制すると、その後も得点を重ね、終わってみれば4対1の圧勝。ラビーダを下した鳥栖は2大会連続3度目の優勝を飾った。JFA 第26回全日本 U15 女子サッカー選手権大会決勝、 JFA アカデミー福島と対戦した日テレ東京ヴェルディメニーナは5分、新宮選手が相手のミスを見逃さず先制する。その後1点ずつを奪い合い迎えた67分、梅本選手が決めたゴールが決勝点。3対2で接戦を制したメニーナが7大会ぶり3度目の栄冠に輝いた。 JFA 第45回全日本 U12 サッカー選手権大会決勝、鹿島アントラーズジュニアと対戦したレジスタ FC はキャプテン五十嵐選手がハットトリックの大活躍、レジスタが6大会ぶり2度目となる頂点に立った。皇后杯 JFA 第43回全日本女子サッカー選手権大会準決勝、セレッソ大阪境レディースと対戦した三菱重工浦和レッズレディースは菅沢選手の PK が決勝点、3大会連続の決勝進出を決めた。準決勝もう一試合は WE リーグ2チームを破る快進撃を見せてきた日テレ東京ヴェルディメニーナに対し、公式戦で3ヶ月負けなしのジェフユナイテッド市原千葉レディースが貫禄の勝利、9大会ぶりの決勝進出となった。1月11日、なでしこジャパンは AFC 女子アジアカップインド2022を控え、国内トレーニングキャンプを開始。5日間という短期間ながらも密度の濃い練習で連携を高めたなでしこジャパン、大会3連覇を目指し
決戦の地インドへと飛び立った。 AFC 女子アジアカップインド2022グループ C を戦うなでしこジャパンはミャンマー代表、ベトナム代表に連勝。韓国代表とは引き分けたもののノックアウトステージ進出を決めた。1月9日に行われた第30回全日本高等学校女子サッカー選手権大会決勝、日ノ本学園高校と対戦した神村学園高等部が後半だけで3得点、ゴールラッシュで16大会ぶり3度目の日本一に輝いた。第100回全国高校サッカー選手権大会、8大会ぶりとなる聖地国立競技場での決勝、熊本の大津高校を前半から圧倒し効果的に得点を重ねた青森山田高校、大津高校にシュートを1本も打たせない完勝で3大会ぶり3度目の優勝を飾った。 JFA 第25回全日本 U18 女子サッカー選手権大会決勝、1対1の同点で迎えた79分、セレッソ大阪境ガールズは吉田選手が頭で合わせ決勝点。接戦の末、三菱重工浦和レッズレディースユースを破り5大会ぶり3度目の頂点に立った。1月9日 JFA シニアフェスティバルが高円宮記念 JFA 夢フィールドで行われた。 JFA と千葉県サッカー協会シニア委員会との共同により実現、千葉県内の高校サッカー部 OB およそ400人が集まり、恩師や懐かしい仲間とサッカーで楽しく一日を過ごした。 JFA 第27回全日本 U15 フットサル選手権大会決勝、東急 SLASFC と対戦した北海道コンサドーレ旭川がゴールラッシュ、6対1で圧勝し大会初優勝を飾った。JFA 第12回全日本 U15 女子フットサル選手権大会決勝、同点で迎えた19分に十文字中学校が勝ち越し、 AIC シーガル広島レディースを破り2大会ぶり3度目の優勝となった。1月17日サムライブルー候補のトレーニングキャンプが行われた。21日にウズベキスタン代表と対戦予定だったが新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止。それでも貴重な強化の場としてキャンプを実施し、チームとしての底上げを図った。昨シーズンフロンターレはリーグ連覇を成し遂げたものの、 AFC チャンピオンズリーグ、天皇杯ともに PK 戦で敗れてしまった。敗戦から学ぶ、一発勝負のトーナメント戦で勝つために必要なこととは。まあ、一番は自分たちのこうサッカーとか形っていうのをもっともっと確立していかなきゃいけないとは思っていて、順番は、ただ一発勝負はそのやっぱりリーグとかと違って次の試合で修正できるとかではないので、やっぱりその90分120分の間に修正しなきゃいけない。そういう意味で言うと、まあ、修正もそうだし、もうこの臨機応変にいろんなことをやれるようなチームだったりとかメンタリティだったりとか、そういうものを持たなきゃいけないのかなとは思ってますね。やっぱりでもそこは自分のところがもっともっとこういろんな意味で成長しなきゃいけないし、自分が成長しないと結局ね、選手のところも成長させられないっていう思いがあるので、そこはまあそうだな、やっぱりもっともっと勝負にはこだわってるんですけれども、もっと多分こだわらなきゃ勝ち進んでいけないとは思いますし、どれだけ選手を成長させられるかっていうのが自分たちの仕事というか可能性を広げてくれることかなと思っているんで、まあ一緒に成長するしかないというところですね。全てのタイトルを取るっていうことを期待しているサポーターに向けて、どういうサッカーを見せたいか、
一番はこうフロンターレのサッカー見てやっぱ楽しいなって思ってもらえるようなサッカーをしたいし、それはこうまいとかそういうのだけではなくて、やっぱりこう見てる人がこう熱くなるような気持ちが伝わるゲームをしたいし、あとはやっぱりゴールをより多く取れるようなそういうゲームを、やっぱりそこが一番ね、こうまあ、自分たちも仲間も喜び合えるところだったりとか、見ている人もこうそこにね、やっぱりこうなんだろう、みんながバーってやっぱり爆発する瞬間だと思うので、てか非日常みたいなものをこう届けられるような、そういうこう時間を作れるような、チームになっていければなと思います。はい、すごい勉強になりました。ありがとうございます。本当すいません、30分の予定が大丈夫です。1時間半言語だからね。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。